どうしたの？スピーデン！ドーベッツ！
私は源さくら、今日から高校2年生。さっさと答えなさい。このイワシという小魚は。下がって、獣を殺せるのは私たちだけ。従い悪辣なる異形を表せ。これが完全なる。イワシを食べて強くなるだす。泣きながら食べると美味しくないぞ。キングクリムゾン。バス。バスから。どうだ。お兄ちゃん、もう12時近いよ。空に浮かんだ